さあ、かつてはですね、新井も世界ラリー選手権、その日本人としてスバルチームのですね、WRC という、そこで、ですね、今度は、市販車に近い、そのグループ N の、今度はプロダクションカーで世界チャンピオンに輝く、世界のいろいろな道で戦っていた新井俊。おー、あー、やっぱり勝利だ。車高落ちてる車で今、新井さん、まあいいか、今日だけだし、ブラブラしてる。新井さんの車が心配ですが、見事にジャンプを披露してくれましたから、新井さん、フロントが変わりましたんで、さあ、そして今日はいかにもラリーカーというね、ナイトセッションを走る用のライトポットも今、ボンネットに付けていますけれども。グラベルラリーだってサーバックラリーだってどこでも何でも来いというか、おーおー、跳ねた跳ねた、すごいですね。今回の新井選手と違うのはこちらのラックの方はですね、グラベル用のタイヤ、ラリータイヤ、イボイボのタイヤですよね、アクロ用のタイヤと、そして車高もですね、わずかに上がっているのがさっきの同じ位置のものなんですけど、違うのがお分かりいただけると思います。走る車ですと、やはりある程度車高を上げておかないと車体をですね、やっぱり痛めてしまう、それから舗装してないところはですね、やはり轍ができますので、轍をやっぱり加速していくときにはある程度車高が上がってないと走れません。おー、そしてドーナツターンだー、国際交流館側の方でドーナツターンしております。勝田のリフト、さあもう一回飛んじゃう、飛んじゃったー。さあ今飛んだときに、ね、ちょっとね、キリズムの音がしたと思うんですけど、それからデフですとか、そういったものを傷めないようにアンダーガードというね、ガードがついていたりしますけど、そのガードがちゃんとエンジンやトランスミッション、そしてデフを守ってくれるんですね。はい、ということで勝田のりっこ選手、大きな拍手をお願いします。ダブル R カーが久しぶりに10年ぶりですってお台場で走ると、昔のスバルのワールプレッサー、いやー懐かしいですね、勝田さん、これね、足で分かるようにね、あれはパーマック用なんですよね、はい、今ね、はい、ただ足がすごく動くんですよ、そうロールするし、はい、コントロールしやすいんですね。うわー、いきなりドーナツ、いや8の字か、すごい。それまでね、ブルーウェイというターボエンジン、いいね、やっぱり今見てもとてもやっぱりラリーカーとして完成されてる車ですよね。そうですね、エンジンのサウンドは ね、その頃のボクサーサウンドってね、そうすごくね、みんな憧れでした。憧れですよ。このインプレッサがいいんですよ。はい、拍手お願いします。この2台の共演をそれでは見ていただきましょう。かつてはですね、WRC の活動を見て、インプレッサを欲しくて買ったという人もいると思います。
とブレーキを踏んでですね、クイックにマシンの向きを変えてから豪快にアクセルを踏んでいき、アクセルコントロールで正常円を作っています。おお、今度はセンターで勝田さんが、センターで勝田さんが回っている。その外を新井が大きな正常円、これはすごい2台の共演。いやー、お互いの得意技を出しながらですね、ハイスピードの2台、そして細かい技も、スバルのマシーンと2台が見事な共演でございます。皆さん